今日はザクザク食感のチョコレートドーナツを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はザクザク食感のチョコレートドーナツを作りたいと思います。はい、ということで今回は手軽な材料で簡単に作れるザクザクドーナツを作っていきます。今回チョコレートドーナツということで、最後はですねトッピングでチョコレートをかけて仕上げたいと思います。ドーナツ自体の材料はたったの3つで作ることができます。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ホットケーキミックス、牛乳、無塩バター、チョコレート、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。はい、ということでね、今回はこちらの材料で作っていきます。ドーナツ生地自体はですね、ホットケーキミックス、牛乳、バター、こちらの3つの材料で作っていきます。そしてデコレーションのチョコレートなんですが、こちらはお好みのチョコレートを使ってください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめにこちらのバターを溶かしバターにします。電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。そしたらよく混ぜます。そしてバターをしっかり溶かしてください。はい、 OK です。バターはこのように溶かしバターにしてください。それでは続いてボウルの中にホットケーキミックスを加えます。続いてここに牛乳を加えます。そして先ほど溶かした溶かしバターも一緒に入れましょう。こちらをですねこのように混ぜてください。最初はねちょっとパサついてるんですが、だんだんねひとまとまりになってきます。はい、OK です。このようにねひとまとめにしてください。生地の硬さなんですが、指でね触っても指につかないぐらいですね。そのぐらいの硬さになります。それでは生地を丸めていきます。丸めるときはですね手に薄くサラダ油を塗ってください。では一口サイズぐらいですね、このぐらい手に取っていただいて丸めます。そして丸める大きさなんですが、揚げるとね一回りから二回りぐらい大きくなるので、ちょっとちっちゃめに作っていただくといいかなと思います。この時にね丸め方が緩い揚げた時にバラついてしまいますので、しっかりめにね空気が入らないように丸めてください。こんな感じです。ではね残りも同じように丸めていきます。はい、全部丸め終わりました。今回は12個分できたんですけれども、こちらは丸める大きさによっても変わってくるので、目安にしていただけたらと思います。では揚げていきます。今回はねフライパンを使って揚げていきます。まずフライパンの底から1センチほどの油を注ぎ入れてください。そして火にかけます。今回はですね160度ぐらいの温度で揚げていきますので、それまで油を温めます。では適温になったので揚げていきます。目安としては菜箸を入れた時にゆっくりと菜箸の先からプクプクプクと細かい泡が出るぐらいですね。そのぐらいになれば OK です。そしたらですねこちらの生地を入れていきます。入れる時は火傷しないように注意してください。あとはですね転がしながらだいたい3分ぐらいですね揚げていきます。あんまりねお箸でコロコロやりすぎるとボロボロになってしまいますので、時折ねこうやって転がしながら揚げてみてください。はい、 OK です。今ねだいたいトータルで3分ほど揚げました。このようにねいい揚げ色がついたものから取り出していきます。まあ、時間帯的にはねだいたい3分ぐらいを目安に揚げてみてください。はい、このように揚げ上がりました。表面もねザクザクで美味しそうに仕上がってます。それではね残りも同じように揚げていきます。はい、全部揚げ終わりました。それではね一度このまま油を切ります。続いてトッピングのチョコレートを作っていきます。まずですねこちらのチョコレートを細かく刻んでください。はい、 OK です。このぐらいね細かめに刻んでください。そうしましたらこちらをボウルに入れましょう。
はい、このようにボウルに入れてください。そしたらですね、別のボウルにお湯を張ってください。そしてこちらチョコレートが入ったボウルを置いて、そして湯煎で溶かしていきます。チョコレート単品は電子レンジで温めてしまうと非常に焦げやすいので、必ずね湯煎で溶かすようにしてください。はい、OK です。このように全部きれいに溶かしてください。そうしましたらこちらは湯煎から外します。それでは最後仕上げていきます。こちらのドーナツにチョコレートをトッピングします。先ほどね溶かしたチョコレートの中につけます。 2,3 回上下させて、でちょっとねチョコレートを落として、はい、こんな感じです。このようにトッピングしていきます。トッピングの方法はね他にもいろいろあるので、お好みでやっていただいて大丈夫です。ではね、残りも同じようにトッピングしていきます。はい、全部トッピングが終わりました。このままチョコレートを乾かしたいと思います。あとはですね、ここにカラースプレーなどを散らしていただいても可愛いと思います。トッピングはお好みでやってみてください。はい、これでチョコレートドーナツの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように表面はザクザクに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。表面がザクザクですごく美味しいです。そして中はふわっとした仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のチョコレートドーナツのポイントです。まずですね、ドーナツ生地なんですが、たったの材料3つで作ることができます。こちら混ぜるだけなのですごく簡単に作ることができます。今回ね無塩バターを使ってるんですが、もしない場合は有塩バターでも大丈夫です。有塩バターを使っていただくとちょっと塩味が入るので、それもまたね味のアクセントになるかなと思います。こちらはお好みの方を使ってみてください。そして生地を丸める時のポイントです。丸めるときはですね、空気が入らないようにしっかりめに丸めるようにしてください。軽く丸めるぐらいにしてしまうと、揚げたときにドーナツがねバラバラになってしまいます。なのでしっかりめにね丸めるようにしてください。そして丸めるときの大きさなんですが、揚げるとドーナツが膨らむので少し小さめに丸めていただくとちょうどいいと思います。こちらはねお好みの大きさで丸めてみてください。今回の分量で私は12個できました。こちらは丸める大きさによっても変わってくると思いますので、調整していただけたらと思います。そして揚げる時のポイントです。今回はですねフライパンを使って、そこから1センチぐらいの油で揚げました。このように少量の油で揚げる場合はお箸で転がしながら揚げるようにしてください。そのまま放置してしまうと焦げてしまうので注意していただけたらと思います。ただですね、ずっと転がしてるとドーナツが割れてしまう時がありますので、転がしすぎには注意してください。ちょっと揚げ色がついたなと思ったら裏返すぐらいで裏返してみてください。そしてトッピングなんですが、今回はブラックチョコレートをトッピングしました。こちらのトッピングのチョコレートに関しましてはお好みのものでやってみてください。ホワイトチョコやいちごチョコなどねいろいろあると思うので、好みのものでやっていただけたらと思います。そしてチョコレートを溶かす時なんですが、電子レンジを使ってしまうと焦げやすいので必ず湯煎で溶かすようにしてください。あとはドーナツにチョコレートをトッピングして召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ザクザクでとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はチョコレートドーナツを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録で楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。